マンダ診療所のマンダって言います。よろしくお願いします。僕の仕事は、在宅緩和ケア、そんな言葉があるか知らないけど、まあそういうふうに名乗ってます。17年間外科医をやってこの世界に入って10年にちょうど10年になります。緩和ケアってだいぶ名前が知れてきました。僕はそうですね、僕は医者になってから10年ぐらいしてからできた言葉ですね。それまではホスピスとかそういう言葉だったのかな。僕はかっこいい外科医になろうと思って外科の研鑽を積んできましたけど、医者になってからすぐあれどうしてこんなにみんな苦しそうに死ぬんだろうと思って、勝手に誰も教わってない緩和ケア、その頃はそんな言葉がなかったです、やってました。そしてかっこいい外科医になれたかな、ようやく少し近づけたかなっていう頃に、いやって外科医を辞めてこの世界に入ってきました。自宅で死にたい人、病院に来たくない人がいっぱいいる。だけどそれを手伝ってくれる人はほとんどいない。すげえニーズがあるんじゃないか。いや、外科医も楽しかったです。辞める気はなかったけど、でも新しいニーズがあって、喜んでもらえるんじゃないかと思って、で一気に辞めてこの世界に飛び込み、今はすごい楽しくやってます。病院では死は敗北です。医療は死なないように頑張るのが医療になってます。だから死はもうどうしてもダメだったっていうところが死になって敗北になってます。僕は自分の人生残念だった、敗北で終わるのは嫌です。ああマンダらしいね、よかったねって言って死にたいです。僕の目の前に来る人にもそうなってもらいたいです。僕の患者さん、一日で亡くなっちゃう人もいます。何年も付き合ってる人もいます。緩和ケアって最後のところじゃないです。僕はそう思ってます。何年も付き合って人生の最後の一番おいしいところ、人生の最終章を辛く苦しく過ごすんじゃなくて、楽しく自分らしく過ごすのを手伝える素晴らしい仕事だと思ってます。お風呂ですよ、お風呂の中で言ったらすごい笑顔になりましたね。歌ったんだよね、おじいさん。どんな歌だったの？いい湯だねをね、おじいさん歌ったんだよね。あの全員初めてですよ。全員集合の？全員集合、ですよね。そうそうそう。普段歌わないのに。普段は全然歌ったことないですよ。うん、でお風呂入れてくれる人が歌い出して、うん、次に歌ったんです、うん。そうそうそう。あ、もうね、その時はもうね、感動のあまり、お風呂の人、いた人もねもう全員が泣いちゃった。泣いちゃった。もう私ももう、もう、ね、泣くまいと抑えてたんだけど、もう全員がお風呂入れるあのスタッフの人と子供もそうだけど、本当に嬉しくて嬉しくてね、声が出て泣いてた。もう本当にこんな姿見たことない。本当に正気の時も歌は歌わない人だったからねえ、幸せだったんだ。幸せだったんだよね、おじいさんね。笑顔が出たもんね。笑顔が出て、こんな笑顔が出たのは初めて。うん、それでその後の、もう毎日入れたんだ。そうですね、毎日お風呂入れます。ね、待ってたんだもんね、お父さん。そう。毎日か。朝になるとお風呂は。朝からお風呂って言ったの。朝からそうそう、お風呂は。そりゃあ入れてよかったね。そこだったんだ。やっぱりお風呂がね、毎日あの普通の時でも5時間入ってた人だからだからお風呂が好きだったんですよ。それをね、病院じゃできないことを本当にお風呂入れてもらったんで、それでみんなね、こういう風にできたっていうことは満足だと思うよ。本当に幸せな顔してたもんね。こっち向けって言ってありがとう。それで向こう向いてお風呂入るときありがとう。すまないねってね、おじいさん言ってたんだよね。本当それを見ると家族が本当に、お風呂入れた人も本当に
号泣でしたよ本当に。もう嬉しくって嬉しくてね。そしたらおじいさまで泣いてたんだから。あ、本当。そうですよ。本人も泣いてたんだ。本人もね、すまないねって、ここのとこに来てね、あの拭いてもらった時、すまないねって言って泣いてた。本当。本当にそれだけはもう頭の中離れない。今みんなで泣いてたんだ。そう、素晴らしかったですよ。ふーちゃんも泣いた。本当に良かったですよ。私もトラウマにならなくて良かったですよ本当に。入院してる時はトラウマになったから。本当にこれがつながりができてね、こんなに結果になったんで、もう本人も大満足だと思いますよ。看取りの時のビデオです。僕は家で看取った千数百人亡くなってます。看取り、息が止まった時に直接立ち会うことはないです。電話がかかってきて、先生息が止まりました、見に来てくださいって言って行くだけです。行って話をします。こんな感じで、どうだった、この1週間、この1年、この3年どうだったって話をして、ご苦労様でした、うまくいきましたね、うまくいきましたって言って、じゃあ死亡診断書、はい、私ありがとうございます、あと頑張ってください、俺の仕事はここまでですって言って帰ってきます。それが僕の仕事です。365日夜は酒飲んでます。夜呼ばれたらタクシーで行くだけです。赤い顔して行くと、ああ飲んでたのにすいませんね、ごめんなさいね、ありがとうって言われるだけで、別に死ぬのを待ってる、そんなことはしません。普通に生活してます。めちゃめちゃ遊んでます。自転車にも乗って、サッカーもやって、ゴルフもやって。みんな大変な仕事だねって言うけど、いや僕は楽しくて、全員死んじゃうけれど楽しくて喜ばれて、どうしてか、いや人生、ああ死んじゃったって言って失敗で終わるんじゃなくって、ああ最後はもう好きなようにいられたね、酒、最後まで酒飲んでたね、最後までタバコ吸ってたね、おむつにならなくてよかったね、お風呂入れてよかったね、そんな人生の最終章を過ごさせてあげたいです。僕は病気は恐ろしいものがやってきたんじゃなくて、自分の老化の段階に名前をつけただけだと思うんです。はい、近視ですね、白内障ですね、はい、緑内障ですね、はい、糖尿病ですね、はい、なんとか病ですね、なんかもう年を必ず取っていくんです。恐ろしい病気になったんじゃなくて、病名は全部老化の段階に名前をつけただけで、まあ、当然の恐ろしいことじゃなくて当然来ることだと思います。胃だって年を取ってくればどっかでがんになる、脳だって年を取ってくれば記憶力が落ちてきてこの辺になったら認知症、恐ろしい病気じゃない、全部普通に来るもんだ。医療はそれを治す、遅らせよ、治しましょうって言うけど、治りはしないですよね。遅らせるだけですよね。でもずっと遅らせるだけ、できるだけのことよって言ってたら、最後は死んじゃいますから、失敗でしたってなっちゃうんです。医療に人生を全部任せてたら、お願いしますって言ってたら、人生は失敗で終わることが決まってる。僕は僕のところに来た人の状態を見て、死から逆算して、今からどうやったらこの状態でがんを持ってて、何を持ってて、認知症でどうやってここから亡くなるまでを楽しく、少なくとも上手に生きられるか、そういうふうに考えるやり方です。先ほど総生産筋肉量、あれ僕いい言葉だと思います。僕もやってることは歩こうね、頑張りたかったら歩きましょうって言ってます。そうするとおむつにならないでピンピンコロリでいけますから、死ぬのを手伝うんじゃない、生きるのを手伝うんだよって話をしてます。そう、僕の患者さんは おむつになる人あんまりいません。一番うまくいくと、その亡くなるその日まで歩いてた。訪問診療がうまくいくと、訪問診療は1日だけです。
すげえ儲からないんですけど、ずっと外来で1人1時間見てて、最後訪問診療1日じゃほとんど儲からないけれど、でも楽しいです。ごめんなさい、ごめんなさい、飛ばします。そう、ピンピンコロリ、みんな認知症にはなりたくない、おむつになりたくないって言ってますけれど、みんななってます。そして何年も介護生活受けたりしてます。みんななりたくないんです。じゃあどうしてそんなになっちゃうんだろう。マンダのやってること、マンダ診療所の理念は、やってることは徹底的に本人の好きなように生きようじゃないか、そういうふうにしてます。いい医療、できるだけこうしていい治療して、できるだけ長生きしてじゃなくて、好きなように生きればいいじゃないですか。病院にいて、病院にいて頑張って頑張って治療したい人は頑張ればいいんです。僕のところには病院には行きたくない、家にいたいんだ、病院には行きたくない、治療はしたくないっていう人が来ます。その人と付き合いながら、体のことはみんな知らないんで、僕の知ってる範囲でいろいろこうなるよこうなるよ、こういう時はこうしたらいいよ、いろいろ教えますけど、嫌だってことは絶対しません。必ず誰でも老化していきます。で、病名がいっぱいついていきます。まあ、病院に行けば行けば行くほど病名がついていきます。病院に行かなければ病名は一切つきません。でも誰でも必ず老化していって最後は来ます。でもみんな嫌だから頑張ります。頑張るから結構元気でいます。でも元気でいたらずっと元気でいられるのか。お父さん自転車に乗ってたのに急にって言うけど、いや急にじゃないです。頑張れば頑張るほど落ちるところは大きいです。これをみんな急にって言うけど、急にじゃなくて確実に知らない、気がつかないで体の中を老化してるんだから、全て僕は予定通りだと思います。頑張る人ほど、すげえ頑張る人ほど落ちるところはでかいです。頑張らない人は、認知症みたいな人、自分で頑張りたいっていうのがない人は、だん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 弱っていきます。そう、頑張れば頑張るほどこうなります。目標はこれです。頑張って頑張って頑張って、ピンピンコロリ。認知症ってならないんじゃないかなと思うんだ。なりたい人いないんだもん。いや、頑張って頑張って頑張るほど家族がさっきまで元気だったのに、あれ、できるだけのことをしてあげないとかわいそう。頑張らされて、で出来上がったところはこんな姿で、さらにそしたら今度本人が意識、ちゃんと希望を言えなくなると、今度家族がまたできるだけのことを、できるだけの、できるだけのことをって生かされてる状態が続くから辛いんであって、本人の好きなようにすれば僕は辛くない、生きられるって思ってます。お母さんが亡くなって1週間後です。お母さんもちゃんと向き合い、みんなで向かい合えて立派だったね。いや、もうすごいいい人生だった、ね、お母さん、うん、あ、本当、お母さんそう言ってたの、うん、でもね、やっとね安心しきって、よかったなと思って、うん、でもね、みんなに最後は感謝入れてね、ありがとうって言って、お母さん、うんうん、もうちゃんと気になること全部ね、もう謝りたいけど、もう昔のことも全部言って、本当、もうちゃんとね、最後まで、リコもちゃんと話したの？うん、話して、いっぱい話した。いっぱい話した。毎日。毎日。本当に眠るようだよね、最後なんかね。うん。やっぱり。でも気持ちよさそうに。え、本当？ふーって。やっぱり、ああいう最後だったら、本当自分も羨ましいとかもないけど、いいなと思う。みんなそういうおばあちゃんおじいちゃん。ね、もう自分もママみたいにそうにしたいし、最後も全然苦しまずに行こう。苦しまずってこういう息が弱くなって寝るような。あ、そうだったんだ。もう、ね、もう寝たって感じでね。もうやりきったってね、感じがしてね。本当。いや、面白かったね、うん、ありがとう。ありがとうございます。本人の好きなようにしてあげれば、本人は絶対辛い道は選ばない。
家族が本気で幸せにしてあげたい、辛くないようにしてあげたら家族が頑張るんです。お母さん今までありがとう、今までの人生楽しかったよってみんなで言ってあげると大抵こうなるんです。若くして亡くなっても人生悔いはないとか、いい人生だったとか胸を張って言っていくんですよね。そんな人は苦しいだの辛いだの言いません。日本では辛いです。頑張っ、どんなに頑張ってももっと頑張れ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 、さよならも言ったらそんなこと言うもんじゃないって言われてる。そう、がんが悪いんじゃないんです、病院が悪いんじゃないんです。家族が本気で幸せに、辛くないようにって思ってる時は幸せな死っていうのがあるんだと思っています。それを支えるのが僕の仕事です。ありがとうございました。